カシュルート、カシュルートとは一般にユダヤ教の食物の正常規定のことでヘブライ語でカシェルな状態を示す女性名詞。カシェルまたはコシェルはふさわしい状態を示す形容詞でユダヤ教会率に適合したものであることを示す。食物に関してカシェルといえば食物の正常規定、カシュルートに適合した食べて良い食物。 適正食品のことを指す。イーシュカシェルといえば、立法にかなって、火の打ちどころがない人物のことを指す。コシェルは、ヘブライ文字のアシケナジ系ユダヤ人による、イディシュ語式読み方。後者は、アメリカのユダヤ人による世俗的故障であって、正式な読み方ではない。もともとヘブライ語では、とつづる。アシケナジ系ユダヤ人も、スファラディ系ユダヤ人も、5末の文字。 霊種の発音は強いので、後者とは発音せず、日本語の名表記は、コシェル、または、カシェルが正しい。創世記第7章、第8章にあるように、イスラエルには、古来から、清い動物と、清くない動物の観念があり、ノアは、清い動物を神に捧げている。清い動物という概念は、神に捧げるのにふさわしい動物という概念と、関係して用いられている。 また、神が、清い動物、清くない動物と、説明抜きに言い、ノアがそれで理解できていることから、この区別は少なくともある程度までは、ヘブライ聖書以前から存在している、文化的観念であった。口頭批判的に言えば、創世記が書かれた時点ではすでに、想定する読者にとって、清い動物、清くない動物の意味は、説明不要だった。その意味においては、 神によって命じられたというのは、むしろ後付けの説明である。もちろん、ノアは、無垢な人だったので、神が清い動物と言った時その意味を、自ずから理解したのだなと考えることも可能である。一方、神はノアに対して、清い動物を7、つがいずつ、清くない動物を1つがいずつ生き延びさせるよう命じて、おり、 この区別は単に人間が神への捧げ物に対して抱いていただけでなく、神によっても価値的に是認されていると考えられていた。神は、清くない動物を滅ぼそうとはせず、明治的に生き延びさせようとしているが、清い動物をより優遇した。神に捧げるのに、ふさわしいと考えられ、神からもより良いとされていると考えられる動物を、食物とすること、神に捧げるのにふさわしくない。 不条な動物を自分も避けて食べないようにするとは、神によって善人されたと考えられる、清らかさに従うことであり、観念的には神に従うことや、正しく生きて神に近づこうとする努力の一つである。バビロン捕囚により神殿崩壊と祖国喪失の原因が神に対する自分たちの背信行為にあるという確信が強まり、立法に則っ,った儀式、食物規定。 日常生活の倫理が励行されたという考え方がある。しかし、カシュルートはで、エジプト以来のことが描かれるトーラーに基礎がある。実際、創世紀第9章では、神は、ノアとその子供たちに、動いている命あるものと植物は、すべて食物にするが良いと言っており、レビキの制限より、はるかに緩やかだ。創世紀では、清い家畜、 清くない家畜といった区別があり、神への捧げ物は、清い家畜、清い鳥であったが、神の側からは、清い動物だけ食べよとは言っていない。4.5世紀に編纂されたタルムードで、食生活に関する神の掟、ハラハラも確立した。カシュルートの重要な目的の一つは、ユダヤ法に照らして適合した、正常な食物を明確にし、そのために調理法や、 食品並びに調理用重機の剪定と管理に至るまで規範を示し、食物や調理、食事そのものを成果することである。そして、これに適合した正常な食物や料理が一般にカシェルまたはコシェルと呼ばれる。レビキ第十一章によれば、レビキ第十七章やデージプトキ第二十二章によれば、を食べることも禁じられ、 あるいは好ましくないとされる。また、カルードが殺した者ものもカシェルではない。食べて良い動物でも一定の仕方で食肉処理しないとカシェルにならない。レビキ第17章や創世記第9章などでは血を食べることが厳重に禁止されている。食べて良い動物でも血抜きをしないとカシェルにならない。このかにも調理法や調理場所などについて いくつかの制限がある。その代表的なものとして、肉と乳製品の混食禁止がある。で、エジプト二23章19節、小ヤギをその母の父で似てはならないから、肉類と乳製品を一緒に食することが禁じられている。具体的には、一回の食事に、両種の食品を同時に食すことは元より、調理器具や食器、さらには貯蔵場所の混用も禁忌とされる。 厳格なユダヤ教徒は肉類用と乳製品用の食器を別々に揃え、しばしばキッチンも別にしている場合もある。また、肉製品を食した後は1から6時間の間隔を置かなければ乳製品を口にしない。この節では、レビキで食べて良いとされている昆虫について扱う。原文の体位は、羽があり4足で動き群れるもの、昆虫は不常だが、 足の上に接続した足があり、地面を跳ねるものは食べてよい。つまりアルベ、サルアム、ハルゴル、ハガブは食べてよいである。前半は跳躍する、バッタ目の昆虫を指していると考えられる。現代の解釈では、昆虫は六方に足だが、四本の足と二本の手、または足以外の何かと考えたのろう。足の上に接続した足がありは、 折れ曲がる長い足がありと理解できるが、ネボは四足で歩き、その上さらに地面を跳ねるための二本の足があると解釈するべきだとしている。後半は0ジとも読めるが、四種類を限定しているとも読める。0ジとすれば、基本的にバッタ目の昆虫はすべてカシェルである。デビット・グーザックの仲介では、イナゴ、コオロギ、バッタなどはカシェルであると抗議にとっている。 イスラエルの文献でも、例えばアズレに、あらゆる種類のイナゴバッタなどは食べてよいという記事がある。ただし、衛生書の影響を受けているようである。インターナショナルスタンダードバイブルインスイクロープディアも、基本的にはバッタ目全体は食べてよいという解釈をしている。実際、英語訳では一般にや、コオロンギ、バッタなどを含めているし、近定訳聖書では、甲虫類まで含めており。 これはさすがに広すぎる解釈であろう。現代でいう、バッタかより、かなり広い範囲と了解されていた。一方、ネボによれば、英訳聖書は混乱の原因であり、本来はバッタ目の多数の種の中で、特定の4種類だけが食べて良いものと理解されていたという。その根拠として彼は、タルムードで、不浄なバッタは800種類と述べられている、としている。 つまり、バッタメのほとんども食べてはいけないのだという。リース、スターンのガイドでは、古代ヘブライ語の昆虫名の正確な意味は、不明なので全ての昆虫は食べない方が良いとしつつ、ただしどの昆虫がカシェルであるか習慣が確立しているなら、それに従うとしている。つまり、基本的には、カシェルなのは特定の4種類のみという立場である。 このように四種類は限定なのか0時なのかについて言い換えればどの昆虫がカシェルであるかについてユダや京都の間にも解釈に揺れがある。昆虫食自体が現在では一部地域を除いてあまり一般的でないためこの解釈バッタ類のどの種がカシェルでどの種がそうでないか決定することは必ずしも日常的に切実な問題ではない。 四種類の名称は、ヘブライ語の語語で、確実な同定はできない。四つの名称が異なる昆虫を指すのかすらわからないし、同一種の愛変異を呼び分ける語かもしれない。仮に同定できても地中海地方の昆虫であるから、和名があるかもわからない。改革派では、ピッツバーグ公領、1885年において、カシェルの廃止を決定した。イスラエルにおいては、 欧米では、K,U,V といった印の入っているものが、カシェル食品の印である。レストランなどに置いてあることが多い。日本では初めて活動したのは、OK コシャーセルタフィケーションである。現在でも、多くの伝統的日本食品や、食品の原材料を、約200社以上を認証している。OU コシャーでも、日本の食品製造会社を認証している。 コシャージャパン、コシェルジャパンは日本にいる一人のラビが極めて厳格な審査並びに抜き打ち検査のもとにカシェル食品の認定を提供している。その対象は日本酒、焼酎、日本茶、味噌、醤油、練りごま、ベー子、ファラフェルなど多岐にわたっている。イスラエルにおける飲食店や食料を販売する商店は原則として カシェルの食品を利用し販売している。さらに、日本において有名な醤油など日本食で用いられる食材であっても、ヘブライ語で記載れたイスラエル向けに輸出される製品は原則としてカシェルとして認証を受けた商品が多い。ただし、イスラエル国内にはユダヤ教徒だけではなく、イスラーム教徒やキリスト教徒のアラブ系イライル人も居住しているためカシェルではない食品もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。